こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の吉川博光です。山本貴光です。人文的、あまりに人文的、第78回になりますかね。はい。で、今日は、活動報告いきましょうか。そうですね、まあ、いいかな。例によって、まあ、そんなにあれなんですけど、じゃあ、うん、山本君の近年の八面六臂のご活躍の模様はいかがでしょうか。ハードルが高くする。はい、じゃあさらっとね、参りたいと思います。私から3つあります。1つ目ですが、こういうですね、新聞のようなこのタブロイド版って言ったりしますけど、プラスジャーナルというですね、これは何でしょう。女子美術大学に所属する先生方が編集なさっている、新聞なんですね。で、プラスジャーナルと言いますが、その第6号、旅と芸術生産という特集を組んでいる号に、文章を書きました。うん、結構これね、栗原康さんとかね、他にもね、森村康政さんとかね、いろんな人が書いてらっしゃるんですけどね、まあ、テーマだけ与えられて、内容は自由に書いてよろしいという感じなのでね、私自身は、創作物の上での旅みたいなことで、ゲームや、上での、うん、創作、うん、そう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 。まあよく言われることだけどね、本を読んでる間とかゲームで遊んでる間は言ってみれば旅をしてるようなものなので、うん、それをもうちょっと真面目にっていうか、こう突き詰めて考えるとどういうことなんだろうねみたいな話を書いてます。で、このプラスジャーナルというのはウェブサイトを調べていただくと分かりますけど、書店の中でもどこにでもあるってわけじゃなくてね、例えば青山ブックセンターとか、うん、そういう置いていらっしゃる書店だけで手に入るものなので、ちょっと見てみたいなという方はね、そういった扱っている書店さんを探していただければと思います。はい。それから次ですが、文庫の解説を書きました。おー、ね、うん、このですね、スティーブン・スローマンとフィリップ・ファンバックというね、認知科学者の2人組が書いた、知ってるつもり、無知の科学という本で、翻訳家の土方奈美さんが訳された本。元の本もずいぶんね、売れたと思いますけど、それが今回、早川文庫のノンフィクションに入りまして、これに解説を書きましたというのが2つ目です。この本さ、うん、我々の人文的、あまりに人文的でも取り上げたじゃん、うん、最後。そうそう、うん、そう、確かその最終回で、うん、マーカス・デュソートイの地の果ての旅、うんうん、と知ってるつもりを取り上げたような記憶があるんですけど、そう、うん、でね、全く、ソートイを山本君が取り上げて、うん、知ってるつもりを私が取り上げたと思うんですけど、うん、なんで解説が山本君に依頼がいったんでしょうね。それはぜひですね、一瀬さんにちょっと、もう1時間問い詰めたいところ、ちょっと問い詰めてみてください。何かの手違いかもしれません。はい、まあ私が解説してるするまでもなく、非常に面白い本なんですね。はい、ですね。うん、どうやって無知の無知ですね、自分が無知で何かを知らないということについて、人はね、無知になりがちなんだけど、それをどうやったら自覚できるかとかね、そういうことがたくさん書いてあります。で、3つ目、最後ですが、ちくまというですね、ちくま書房の PR 誌がありまして、こちらに書評を書きました。書評した本は、社会学者の岸正彦さんが、編集した、東京の生活誌という、ちくま書房から9月のもうちょっとしたら出るのかな、その本の書評であります。これがね、ゲラで読んだんですけど、とんでもない本なんですね。東京にまつわる、東京でお生まれになった方もいれば、
途中から東京でね暮らすようになった方も含めて150人のですね、東京にゆかりのある方々に、これまたそれぞれ希望者を募って聞き手役の人がねまた同じぐらいいて、その人たちがこう一組になってね一人一人に、聞き取り調査みたいなことをしまして、その聞き取った内容を文字に起こしたというね、150人分ですごいボリュームの、まさにドン・キボンなんですけどね、それを一応全部読んでから、書評を書きましたということです。ああ、大変だったでしょだって内容を要約したり紹介するわけにいかないからね。うん、まるで意味がないからね、要約してもね、うん、かといってね、中身めちゃめちゃ面白いんだけど、具体的に紹介するのも難しいな。うん、そうね。うん、そう、文字数が限られてるっていうのもあるし、その人のその言葉がなんで面白いかって、ね、こう共有するためにはさ、前提をちゃんと書かないといけないから、それも無理で。イコール生活費が必要ってことになっちゃうからね。そうそうそう。要約できればね、生活費なんて。いらないはずなんだけど、そうじゃないからね、そのようにしてしか、人が語らない話をね、1人1万字以上かな、そういうボリュームで聞き取りをしてるんですね。でこれはなかなかね、素晴らしい本なんで、刊行されたらぜひね、ちょっと見てみてほしいなと思います、はい、私も注文しました。うん、楽しみですね、これはね。はい、というのが私の、この間のお仕事でした。じゃあ、吉川君もですね、八面六臂どころか、何面六何臂だか分かりませんが、よろしくお願いします。はい、いかがでしょう。ね、まずね、うん、我々2人の、お知らせなんですけど、9月1日に、言論カフェで、うん、大沢雅史さんをお迎えして、うん、大沢さんの世界史の哲学、近代編1、2、刊行記念の、トークイベントというのを行いました。うん、で、その模様が、タイムシフト視聴できます。言論カフェの、シラスという独自プラットフォームとか、ニコ生放送で、購入してご覧になれますので、うん、よかったら、ご覧になってください。これね、もう大変な、世界史の哲学ってね、何年続いてんだっけ ?12、3年続いてるでしょ。そう、2009年ぐらいからのプロジェクトだからね。うん、で、今回の近代編2で、計7冊、うんうん。で、今現代編やってるから、8冊か9冊ぐらいになるかもね。うん、なるなる。恐ろしいね。はい、うん。今回の近代編2冊がね、合わせて1000ページぐらいあるんでしたかね。うん、そう。でね、これと関連して、うん、その合わせて1000ページのですね、近代編1、2を、群像という、講談社の文芸誌で私は、うん、書評を書きました。大変でした。大変そうだ、それは。聞くからに。まあ、うん、元の本も長かったので、私も普段の書評より長い。うん、1、2、3、うん5ページ。うん、まあまあ長いです。うん、書評としてはね。うん、まあこれ苦労して書いたんで、まあよかったら読んでみてください。うんうん、はい。まあね、それも1000ページの本をね、いくら長い書評といっても、中身がね、すごく詰まってるから、どうさばいたかっていう、その点もちょっとね、読みどころかと思いますね。うん、まあね、でもね、本の内容というよりは形式からすると、うん、東京の生活史よりは書きやすい。うん、革新というのを取り出せる内容じゃん。この大阪さんの前。そうそう、東京の生活史に別に革新はないからね。それぞれの人の家族的に類似した生活史があるだけだからね。そう。しかも別に整えられたストーリーとかないからね。うん、はい、そういう。はい、で次がね、うん、最新号の、新鋭社の雑誌、うん、言
はいはい。これの特集がね、人間拡張、うん、あのヒューマンオーグメンテーションって言って、まあ、うん、あの、拡張現実とか、うん、あるいはパワードスーツとか、うんうん、まあ、あとはロボットとかね、うん、まあ、そういう人間をその、まあ、肉体的精神的に拡張する技術についていろんな人が、話したり書いたりしている特集に、私も、末席を怪我して、寄稿しました。吉川君はその人間拡張についてどんなアプローチで書いたんですか、うん、あの工学的なアプローチとかいろいろあると思うんですけど、うん、あのね、うん、今回の特集が主に工学的なアプローチが、うん、あの中心だったので、まあ私はじゃあ、うん、そのもともと生物学的なアプローチも十分ありうるじゃんというわけで、うん、あのまあ、あの人間拡張の工学的アプローチと生物学的アプローチを、うん、まあ、進化っていう観点からつなぐという感じで、うんうんうん、あの人間拡張進化の層のもとにっていう、あ、なるほど、うん、あのリチャード・ドーキンスの延長された表現系っていう概念で、うんうん、あの生物学的なその人間拡張は、まあ、当然のこと、工学的な人間拡張も、うん、まあ、ある種の延長された表現系だから人間のね、うん、というわけで、あの長期的にはあの、うん、遺伝子系にあの、うん、もう十分あの変化を及ぼす可能性があるみたいな話をしました、うんうん、あとね、うん、ちょっと珍しいところでは、お9月5日に、うん、産経新聞、うん、なんかね、産経新聞のね、文化面みたいなところにね、うん、この本と出会ったっていうコーナーがあって、うんうんうん、そこにまあ本との出会いについていろんな人が、うん、あの交代で寄稿するんですけど、これに声をかけられてね、うん、一冊ね、うん、紹介しました、うん、何でしょうか。それがですね、うん、あの政治哲学者のアイザイア・バーリンの、うん、ハリネズミとキツネっていう、あ、はい、トルストイ論、うんうん、まあ、あのこの本と出会ったっていうくらいだからちょっと特別な本じゃないと意味がないかなと思って、うんうん、でね、候補で3つあったんですよ、うん、パッと思いついたのが、まあ、ドストエフスキーのカラマゾフの兄弟、うん、でドーキンスの利己的な遺伝子、うん、でバーリンのハリネズミとキツネだったんですが、うん、カラマゾフの兄弟も利己的な遺伝子も有名すぎるでしょ、うんうん、なんかもうこのコーナーに出てるかもなと思って3回ぐらいずつね、うん、まあハリネズミとキツネだったら大丈夫かなと思って、うんうんうん、他であんまり書いたことないんじゃない、そのバーリンの、うん、そのそうね、うんうん、まあちょうどよかったです、うん、うん、いいですね。ウェブでも読めますか。あ、そうだそうだ、あの、うん、そう、あのもう新聞はねもう、うん、むしろ入手困難でしょうけど9月5日号はでもウェブでご覧になりますので、あの、うん、まあ、この動画の概要欄から飛んでいって、うん、よかったら読んでみてください、うん、そうしたら、あの、うん、あのハリネズミとキツネ自体は本当100ページあるかないかぐらいの非常にコンパクトな評論で、うん、すぐに読めるんですけどね、うん、あの、うん、まあ、その後合計3000ページの戦争と平和を読んでいただくっていう今日はどちらかというとボリュームがある方に話が行きますね、うん、東京の生活史、うん、世界史の哲学、うん、戦争と平和、戦争と平和、もうそれだけでなんだ5000ページぐらい行きますね、うん、行きますね、はい、うん、はい、で最後が、うん、8月30日になるんですけど、はい、あのTBS ラジオの文化系トークラジオライフっていう番組で出たんです。で、あの、うん、ケアっていうテーマで、あの、何人かの、うん、人とお話ししたんですが、これが、うん、これもタイムシフト視聴じゃないか、うん、あの、聴取、うんうん、あの、ウェブとか、アプリで、うん、あの、
聞けますので、まあ、もしよかったら、うん、聞いてみてください。ケアっていうとね、最近小川君代さんの本がね、刊行もされてますね。まさにそのケアの倫理とエンパワーメント刊行、うん、まあ、直前だった小川君代さんが、うん、まあ、主役のゲストみたいな感じ。あ、そうなんです。うん、結構吉川、まあ、うん、番組ね、準レギュラーっぽい感じで、そうですね、ちょいちょい、うんうん。もう1週間以上経つんだけど、もう生活のリズムがめちゃくちゃになっちゃった。毎回そんなこと言ってる気がするけど、うん、まあでもね、徹夜に近い状態だろうから。だってもう家に帰るの7時超えてるからね、朝の。うん、朝帰りね。うん、いやー、お疲れ様でした。うん、そんなところですかね。はい。うん、あとはまあ、その後もね、うん、近い将来、いろいろ出るんですけど、まあ、またいつか、うん、またお話ししましょうかね。うんうん。ご活躍中ですね。はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、ひょっとしたら来週あたりは、鉄劇のあいうえおの絵かな。ゆっくり進んでますけどね。絵だから4つ目か。うん、そうは言ってもね、うん、はい。何か考えましょう。うん、まあ、そういうわけで、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。